はい、どうも、だらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、OMG、リンクの方やってまいります。今日は、リンクがちょっと急騰してるのと、リップルが爆上げしてからのちょっと調整ターンですね、に入ってきております。で、ビットバンクの中では、同時コインが 7% 台に上がってきているということで、まあ、その辺も含めて、相場分析やっていきますので、最後までご覧ください。はい、で記事の前にちょっと予定ですね、10月じゃない、あそう9月の26日にアスターが、ビットバンクに上場するということで、まあ、その特別動画を別に昨日出しておりますので、アスターの将来性だったり特徴というところは昨日のね、動画ありますので、あと概要欄にも貼ってますのでぜひ見ておいてください。そして10月の13日が CPI の発表、そして11月の3日が FOMC ということで、前回の CPI と FOMC がまああんまり良くない動きで終わったので、まあ今回はまたどうなるのかっていうところで、まあ結構注視されているというふうになっております。はい、で記事もそんな大きな記事なかったんで、まあ例えば、これどうかな、米国防総省の仮想通貨分析企業と契約したということで、まあ、いよいよ本格的にね、米国、アメリカも、仮想通貨のインフラ対策っていうところをちゃんとね、やっていくという感じ。で、サッカーで有名な AC ミランですね、それがソラナでデジタルコレクションをローンチへということで、まあ、サッカーもこうやってね、参入してきているという記事。そして Web3 が国家戦略で今後、Web3 の PT、平議員とデジタルガレージ伊藤氏の対談というね、話が出ておりますけども、この平正明議員っていうのは、今ね、国のその仮想通貨で国のね、利益を上げていこうというね、それを、推進していく人です。はい。まあ、いわゆる国家戦略ですね、国の戦略として、国防を挙げて国レベルで仮想通貨を盛り上げていこうよということで今動いている最中なんで、まあ、税金ですね、税金がもうちょっと安くなってくれればいいんですけども、まあ、この国家戦略がどうなるかという記事が出ていたり、まあ、これはね、おのおので見といてください。まあ、そんな、うん、まあ、価格がね、どのこうのなるぐらいの大きな記事ではなかったかなという感じです。はい、ということで相場分析、4時間足のビットコインからやっていきたいと思います。はい、まあ、今日ね、動画出すかもう本当はね、迷うぐらい動きがなかったんですけども、まあ、一応おさらいというかね、そういった形で見ていきたいんですが、FOMC から下落して、一旦は261万円のところで底値をついて、まあ、よこよこしだしているという感じになっております。で、現在価格が272万ですね。はい。まあ、ここの横横相場から、上値を重くしている280万円台を上抜けるのかどうかっていうのが、まあ、今後の見通しになってくるということになりますので、まあ、皆さんもですね、まあ、この辺の動きっていうのはしっかり見といた方がいいですし、まあ、この間言った通り、まあ、バブルが起きた次っていうのは 85% の下落があるんですね。はい。で、この今回のバブル期において 85% っていうのはどのぐらいの値になるのかっていうね、動画も出したんですけども、それによる、その僕のね、分析によるとですね、今の価格よりもあと100万円ぐらいですね、落ちたところなんですね。はい、今が 67% とかですね、70% ぐらいのところまで落ちてきてるんですね。だから、まあ、バーゲンセールというか、まあ、美味しく買っていけるラインというのはもうちょっと落ちてきてかなということになっております。はい、じゃあ続きまして、リップルです。はい、リップルが、リップラーの皆さんね、おめでとうございます。爆上げしましたよね。相当利益上がったと思うんですが、ただね、あんまり安易にも考えたらいけないという感じになっていて、一時は80円台をつけてからですね、ここですね、この80円台をつけてからの今ね、大きく調整がされております。で、この三角持ち合いを上抜けたので、まあもちろんね、そこからの勢いと、で、あと訴訟の問題が、だいたいね、12月の中旬ぐらいに結果が出そうですので、その結果によってはね、またさらに爆上げすると期待を込めて、これだけ上がってきているということになってるんですけども、
まあ僕はね、そうは見てなくて、やっぱり価格が上がってるっていうのは期待で上がるんですね。期待で上がって落ちるときは、事実で落ちてくるんですね。期待で買って事実で落ちる。だから、期待があって今上がってる途中なんですけども、事実っていうのは訴訟の問題が事実しっかりと結果が出たら売られるという見込みですので、そこはですね、皆さんね、安易にここから爆上げするというふうに思うんじゃなくて、しっかり下で拾うところも狙いつつも、しっかり利確の方もやってもらえたらなというふうに思っておりますので、まあ、今は手をつけずにですね、まあ、ちょっと乗り遅れたよという方は待ってた方がいいかなというふうに思います。はい、続きましてイーサリアムですね。イーサリアムちょっと線引いてなかったですね、すいません。まあ、とりあえずイーサリアムはこの下降ラインがありますので、この下降ライン上を上抜けるのかというところと、で三角持ち合いになっております。こういうふうに、ね、引かれる三角持ち合いになっておりますし、まあ、ビタビタにね、もうビタビタのビタンゴにここね、こうサポートされてるわけですよ、こうやって。だからここをどっちに抜けるかというところが重要で、この三角持ち合いのこの先端部分っていうのがだいたい12月とかね、11月の後半ぐらいまで続くわけですね。ってことは、まあ、この中でボラティリティが小さい中でこう動くんじゃないかというふうに思いますので、ここはここを上抜けない限りはですね、あんまり手をつけない方が僕はね、いいと思っております。ただ長期的に見たら、まあ、今後仮想通貨って、まあ、ほぼほぼね、ほぼ格で、伸びてくる、通貨だと思いますので、長期的に見るのであれば、もう今どこで買っても、利益は上げれます。うん、どこで買ってもいいです。まあ、2024年から25年にかけてまた上がってくると思います。ただやっぱり回転しなくちゃいけないですよね。自分の資産というものを回転して、よりまた使っていかなくちゃいけないので、それを考えると中長期的には、中長期的じゃない、短中期的にはですね、あんまり今ね、買いたいところではないかなと思います。それこそ 85% の下落まで待つという形でいいと思いますので、長期的な目線で買うというよりも、まあ、どうせなら下の方でね、買っていこうという目線に切り替えた方がいいのかなという感じです。はい、じゃあ続きましてバットコインですね。はい、バットコインは、直近で最高値64円をつけて、底値が 44.9 円付近ですね。はい、でまあこのボックスなんですね。もう完全にこのボックスで、この中をこうヨコヨコしているっていうのが、まあ、今直近の、感じになっております。はい、もうこれはね、僕も何も言うことないですね。もうここ上抜けるか下抜けるか、まあ、ここだけ見とくと。で、上抜けたらしっかりサポートされたタイミングで上昇波が来るのかっていうところを、まあ、そこを、なんていうんですかね、調べながらですね、毎日の相場分析をしながらやっていくっていうの。で、底値が割れた場合はですね、結構ストンと落ちてくる可能性ありますので、まあ、そこは、まあ、待つと。うん、待つのも投資なんで、はい、慌てずに、しっかり待った上で、ちゃんとしたところで買っていくということを考えると、まあ、このボラティリティ をここでね、作っていって、どっちに抜けるかを 見届けるという形でいいと思います。はい、じゃあ次は OMG ですね。OMG はまあずっと言ってますけども、この平行チャンネル、ね、この平行チャンネルがあります。そして、この平行チャンネルのこの中をこうやってね、行き来してるわけですけども、今ね、この平行チャンネルは平行チャンネルなんですけども、この、なんて言うんですかね、この底値を横横してるわけですよ。こうやってね、こう横横してるわけですね。だからこれが続くと、この平行チャンネルの、この下降の平行チャンネルを横抜けする可能性があるんですね。で、この横抜けするのであれば、そこでサポートされたっていう、されて上抜けたということで一旦爆上げするのか、もしくは横抜けでね、ちょっとボラティリティ少ないような、の動きになる。この二択な、だと思うんですけども、まあ、このどっちか、どっちを、になるのかによって、今後の戦略ってね、全く変わってきますので、そこは、まあ、ここに来るまでね、まあ、今、期間で言ったらどんくらいかな、10月の、まあ、24日ですので、今日は、
だから29日ぐらいですね、まあ、今月いっぱいぐらい見て、どっちに抜けるのかっていうのを判断すればいいのかなというふうに思います。はい、ただ下抜けたら、まあ、いつも言ってる通り、まあ、こんだけの、ね、サポートですので、一気にまた落ちてくる。このサポートを抜けた瞬間に、まあ、即退散と、ポジションを持っている方はですね、即退散という形でいいと思います。はい、じゃあ続きましてリンクですね。リンクがちょっと上がってきていて 6% ぐらいの 6% ぐらい上げてきてるわけですよ。で、まあ、このチャートの形としてはこのディセンディングトライアングルっていうか、これディセトラですよね。このディセトラの形をこう形成していて、まあ、ボラティリティがちょっとずつこう小さくなってきているっていう形です。で、まあ、上値が重いのが1229円ラインですので、まあ、ここを上抜けなければ、まあ、リンクに関しては、まあ、何もできないよねっていう形ですよね。はい、まあ、地合いはね上げてきてるんですけども、上値は重いという形でボラティリティが小さい。でボラティリティがこうやってね、小さくこうなればなるほどですね、このバネをね、こうギューッと押した感じになってるわけですよ。パワーが溜まってる状態なんですね。だからこの状態でどっちかに抜けたらですね、バネと一緒ですよ。ボヨーンって跳ねるんですね。だから助走がついてる状態なんですよ。パワーが溜まっていって助走がついてる状態ですので、そのどっちかに抜けた時っていうのが、まあ、結構大きな動きになるかなというふうに正直思いますので、特にここの上値の方はですね、何回もこの大きな下落につながってるこのレジスタンスラインですので、まあ、これはもうしっかりね押さえておいた方がいいかなと思います。はい、でまあ買い時はね、もちろんねテクニカル的に言うとこの上昇トレンド上なんですけども、まあ、今の相場で言うとね、ビットコインが 85% の下落、そしてイーサリアムが 85% の下落っていう風に、まだ落ちる余力があるというふうに僕はね言っておりますけども、まさにそうで、まあそういうね結構暴落が来たところを狙っていった方が僕はねまだ美味しいのかなというふうに思いますので、まあ、この辺のテクニカルであんまりね、しっかりとした投資っていうのはしなくていいかなと思います。部分的に今少しだけ買っといて、また落ちてきて分散的に買っていくっていうのはありなんですけども、まあ、全突破はもちろんする必要はないと思いますし、まあ、今リスクを取るところじゃないかなというふうに思います。リスクを取ってでも利益を上げなくちゃいけないときは、僕はね、それはそれで動画でまた説明したいと思いますので、また参考にしていただけたらというふうに思います。はい、ということで、今日もね、サクッとやりましたけども、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックですので、同じのを使いたいなと思う人は概要欄に載せておきます。はい。最後に明日の動き、ルーレットやっております。ドン。おう。爆上げ。まあ、今、暴落してますので、まあ、爆上げっていうか、まあ、5% から 10% ぐらいのね、大反発が来てもね、ワンチャンおかしくはないなと思いますけども、まあ、地合いがちょっと悪いので、まあ、ちょっとね、今後の見通しとしては、まあ、なかなか上げにくいのかなと思っております。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確できず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。